翔さん、ありがとうございます。この度、新海誠監督愛媛の舞台挨拶の司会を務めさせていただくことになりました。日付は12日と13日、2日間あって、12が松山の方のケネ山と、イヨシカエミフル、エミフルとケネ山、次の日に新居浜の方でやらせていただきますので、ぜひぜひ皆さん劇場にお越しください。頑張ってくる。猫さん、ユッキーさん、ピカロン、フジモンさん、かんちゃん、オサピーさん、キラさん、ヒデマスさん、マルオさん、ノリさん、アメマさん、オテモちゃん、タミオさん、ノライヌさん、ヌクモーリーさん、マミシーバさん、チチさん、ツキミソウさん、シイチすごー、松本モモナーさんからコメントもらえたって、マジ？めっちゃいいやん、見たいなそれ。ユージさん、ハムちゃん、ダイちゃんさん、あやたか、ありがとう。ユッキーさん、ハート、ありがとう。ピルクル、イズキュン、ヒロくん、道秀さん、コエポンさん、まゆまゆさん、シロクマさん、コシさん、 HK さん、ブレイブさん、シゲさん、ありがとうございます。ありがとう、サトシさん、撮ってくれたの。12日休みだったのか、よかった、ありがとう。まみしばさんもありがとうね、嬉しいね、今回も司会に選んでいただいて、プチありがとう。まみしわさん、野菜タメさん、ラーメン食べるとき麺、スープ、具、どれから、麺だね、麺、あ、いや、具だ、具ですね、上に乗ってる具を全部じゃなくて、なんか一口食べてからみたいなかもしれない。徳島カズさん、ケンスケ、ありがとう。ポテチさん、そうそうそう、今日はね、昨日夜ご飯の後にね、ポテチ食べたんですよ。久しぶりにポテチ食べたんですけど、めっちゃ美味しくて、ポテチって美味しいねと思って、今日はポテチさんです。冬ポテト食べました。なんかおもろい、そう、トゲトゲになっちゃって、このポテチさん、やばくね。トゲトゲなんだけど。アマトーさん、ありがとうございます。ひでゆきさん、ドナルドさん、あ、今日はね、なんというかお団子みたいな感じかな、軽くまとめてるからあれだけど、これがね、すごい楽でね、お団子が、そうなのよ、ついついしてしまうのですけど、結構配信してない時とかはお団子の時多いんですよね、家にいる時とか。あれ、コロボ遅れてなかったかも、あ、でも私が見れてなかったかも、ありがとう。あー、みんなありがとうね、おめでとうって。司会なんてやったことあった？うん、3年前の天気の子の時も同じようにこう司会をさせてもらってて、もうその時は緊張でもう全然覚えてないんやけど、もうカミカミだった。私がまだ19歳ぐらいの時かな、だからそれから司会でも成長した姿を来てくれてるみんな皆様にね、お見せできればと思いまして、はい、頑張ってきます。トゲ、今日もとても良い一日でしたけど、寒かった。今日もポケハルさん、ありがとう。ひなぼう、先日寒さに慣れたとか言ってたけど訂正、もう寒くて冷たくて頭痛くなる。今日が特別寒かったとかあるかな、コロボ、頭痛い、大丈夫か。おひつりさん、におさん、ありがとうござい
ございます。アキアン、マイカグラさん、ありがとうございます。あ、ぼちザロックまだ進んでないよな。そういえばロッピーさん、今日はポテチちゃん、ジェームスさん、プチありがとう。カーマインさん、梶山さん、ゴエモンさん、エイジさん、ありがとう。おお、サトシさん、映画も楽しんで、本当に。うわ、そんな増えてるんだ、愛媛。え、冬になったらやっぱり増加傾向にあるのかな、ブレイブさん。あの、インフルとかも、冬、この時期よね。わあ、昨日サッカー悔しかったね。でもすっごい感動した、いろんな場面で。もう本当にあのすごいなと思った、日本の選手の方々。もうどのボールもめちゃくちゃ止めてて、なんかやべやべ危ないってなんか思ってもちゃんとこう選手の人が止めてくれるっていう安心感があったというか、めっちゃすごくなかった？なんかすごかったよね。感動した、ほんと何回も感動したけど、ポテチは命の源。そうなの？花からさそんな好きなんだ猫さん、今日からポテチになる。何ポテ。コージーさん、いらっしゃい。大将さん、セミありがとう。このあと24時からスペイン代表の友人が戦います。あ、そうなんだ。このあと12時からか、見れるかな。猫さん、かわいい、ありがとうございます。禁断の夜ポテチ。ああ、確かに。なんか私でもあのお菓子とかそんなにね、なんか時間気にして、ああダメだ、今食べたらダメだみたいな思わずに食べちゃってるけどアイスとか配信後とかに食べちゃうし、アイスとか。猫さん、かわいい、ありがとうございます。ドクロの森さん、はじめましてなっとるよ。ブルーさん、ありがとう。ポテチは何味が好きなのかな。あ、私あのあれが好きでした、カルビーのね、なんか幸せバターみたいな、ちょっと甘いやつ、めっちゃ美味しい、あれ。フジモンさん、2シュートカウントありがとう。お団子よき、ありがとう。なおさん、にささプチありがとう。お、新居浜行くよ、13日。よかったら。ん、白夜さん、コンソメなんだ。コンソメしばし食べてないな私。ひでーさん、ターコズさん、ゴンちゃん、ありがとう。ダッチャーさん、こんばんは、ありがとうございます。おー、慣れたま告知ありがとうね。メンテナンスの後からコメントが反映されないことが多くなった。え、そうなんだ。え、じゃあ結構飛んじゃってるこれ、もしかして。ようちゃん、ありがとう。あ、ここ出す紙良きですか。さっきね、さっきまでね、おろし紙だったんですけど、ちょっとくくってみました、ありがとう。お、大きいさん、今日で666回訪問、ゾロ目、ありがとう。大きいさん、あ、片揚げポテト好き、私も。ジェームスさん、あのメンバーがさ、めっちゃ片揚げポテト好きでね、すごい買ってって、でみんなで分け分けするときによく食べてて、そっから好きだな。
まじのマサさん、こんばんは。そろそろ今年収穫したポテトを使い出したから新ポテトしようとあったらより美味しかろうって。え、新ポテトとか書いてるやつあるんですか？そうなんだ。いい、それを食べてみたい。おさぴーさん、かわいい、ありがとうございます。キラさん、ありがとう、いつも通りに。カリタン、カウントありがとう。明日は晴れで今日より4度くらい暖かい。え、やった、そうなの。コロボありがとうございます、よかった。キラさん、えらい。インフルエンザワクチン、お、新一2回目見に行こうよ。私ももう1回見に行こうかなと思ってるよ。ローマ字のユータさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、ピルクル、そうなんだ。一点先制点の後寝落ちしてたって。もう本当に今回長かったからね。3時まで。あ、そうだ、昨日誰かが言ってくれてたよね、 PK 戦まで行けば3時になるよって。本当になったね。ん、さとしさん、私のツイートで結果知りました。まめしばさん、セミありがとう。ひなおちゃんに会えるのに会えないのは悲しいので。ありがとう。じゅうさん、来てくれそうなの、ありがとうございます。ちいち、カウントありがとう。よっちさん、こんばんは。そうかな、けんすけ、本当にすごかった。あ、猫さん。待って、猫さん、そうなんよ、ロロログインしてなかった、私終わった後ライデンのホンダプロと対局しました。3時以降ってこと？すごっ。そうなんですか。ミオナさん、ありがとう。マルオさん、ありがとうございます。おめえって言ってくれた。ユッキーさん、セミありがとうございます。あ、ありがとう、嬉しい。司会見に楽しみですって言ってくれてる、ありがとうございます。アメマさん、セミありがとう。南チャケランさん、ありがとうございます。ドナルドさん、2シュートカウント、ありがとうございます。ガックンさん、こんばんは。お、ひでゆきさん、ほぼフル、ありがとうございます。明日を描くために未来へと別れ道を歩んでく、辛いこともあるけれど、ありがとう、未来へ一歩。デメキンさん、いらっしゃい。おひつりさん、ポチ、ありがとうございます。スズメの司会一番緊張してるだろう、エミフルに行きます。おお、いや、どこも同じぐらい緊張すると思う。ぜひ。ありがとう、嬉しいね。のりたま、あれ、こんばんは、読めてなかった。司会のご縁がさらにつながって夢が叶うといいな。そうだね、うん。でもまた新海さんにお会いできるのが本当に嬉しくて、すごく楽しみ。
体調昨日はおめでとう。お誕生日。リューピンさんこんばんは。ハムちゃんフルありがとうございます。こいこい。お取り寄せした紅マドンナが届いて早速食べました。お、紅マドンナ食べたんだ。いいな。え、なんか新しい紅マドンナ出てるんだったっけ？誰かから聞いた気がする。お猿さん、デメキンさんありがとう。ひでゆきさん、レインボースターありがとう。隊長セミありがとうございます。え、今日ってみたらし団子の日なんだ。え、昨日お団子の日じゃなかった？隊長ミラクマプセミプチとセミの間なんだ。プセミありがとう。好きだって言ってくれた、ありがとう。カムさん、そう、このポテチギザギザ系です。ギザギザポテチ。うわー、猫さんサワークリームオニオンはわかる、めっちゃ好き私も。ヨッピーさんフルありがとう。ヨッピーさん、おいおい。アマトーさんセミありがとう。アンドアンドさん、あ、胸に取り出してください。昨日言ってくれてたよね。そうなのよ、昨日の時点ではまだあの告知できないかもって言われてて、でも今日ちょうどあのお返事いただいて、先方の方に告知 OK って出たので告知させてもらいました。取り出しといてくれ。スエさんプチありがとうございます。新海監督に何を一番に聞いてみたい。愛媛で輝け頑張れって、何を一番に聞いてみたい。なんかどういった経緯であの今回の映画って愛媛も舞台になってて、すごいいろんなところを映してもらってるんですけど、八幡浜、それをどういった経緯でこう愛媛が舞台になったのかなって、舞台にしてくれたのかなって聞けたらいいな。ぬくもりさん、のぶさん、ふむ、ありがとうございます。ごい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 、あら、ありがとう。ペガサさん、ハート、ありがとう。うん、トクトさん、ぜひまたお話しましょう。撮ってくれてたってこと？あの、枠を。カタカナのカズさん、いらっしゃい。ペガサさん、だるま、コペ。大文字のヒロさん、カウントありがとう。のりたーま、クリスタルありがとう。ロボリンさん、クラッシャーノブさんありがとう。ローマ字のマサさん、レインボースターありがとう。おめがねさん、ハートありがとう、いらっしゃい。グッチフルありがとう、グッチ今日も。お、クルメ本日も、化粧ほんのり花ならつぼみよ。私8歳の久留米のひばたおりでございますもんな。私合歳ひばたおりおります。と歳の村の赤い衆が来て遊ばんの、遊ばんのち言いますもんな。一緒に遊ぶとはよかですばってん。ペリン、ありがとう。エイジさん、二周とカウントありがとう。キョン、おかきさん、いらっしゃい。お、隊長リボンのおくま、ありがとうございます。知らず知らず苦していた。合っとる？花ちゃん、この歌で。フルありがとう。今日もありがとう。隊長ハート、ノブさん音符、シンジさん流れ星ありがとう。ピルクルフルしてくれた、ありがとう。ピルクル嬉しい。サカピーさんもフルありがとうございます。ごいごいごい、
対挨拶の司会ってすごい、自分なら絶対緊張する、頑張ってねって。緊張するね。でも3年前の自分よりは堂々とできるはず。頑張ってきます。ライブビューイングないかもしれないね。あったらいいんだけどね。お、アメールさん引きましたよ、年賀状。おめでとう、ありがとう。応募今年は当てました。ローマ字のマサさん、クリスタル、オサピーさん、金のアヒル、ありがとう。わ、猫さん今日食べたの牛丼、味が旬どったやろ。ギウさんいらっしゃい。猫さんフル、ありがとう。猫さん今日も ロピーさん嬉しい。新一フル、ありがとうございます。緊張すると思うけど楽しんできてねって。ありがとう、頑張ってきます。お、しょうさんこんばんは、ありがとうございます。しょうさん、おひつりさんバラありがとう。まめしばさんフル、ありがとうございます。花水木サビ、おお。薄紅色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように。君と好きな人が、はい、ありがとうございます。虹色さんフル、あ、豊か、ありがとう。今日もカタカナのやっくんいらっしゃい。なおさん、にいさんさん、セミ、ありがとうございます。今日のお昼は鍋焼きラーメン、ベロをやけどしましたって。いいな、美味しそう。え、鍋焼きラーメンか、食べたことない。うどん以外食べたことないです。どこにあるん。カタカナのやっくんありがとう。新一クリスタル、虹色さんハート、ありがとう。あれ、大将さんサイフルだ、ありがとうございます。美穂がこの冬のひなほちゃんのアウターを見たいらしいので写真ツイートしてね。あ、コートですか。そうだね、本当だね。そう、新調したんですよ。見たい、ありがとう。ではおめがねさん、また新海監督とお仕事できるのありがたいですね。緊張はするけど今回はこうちゃんと本番は自信持ってできると思う。いっぱい用意していきます。ひろくんプチ、ありがとうございます。お、お仕事頑張ってね。明日から、こえぽんさん音符、かんちゃんフル、ありがとうございます。かんちゃん、三等賞さんもフル、ありがとう。三等賞さん、ドナルドさんフル、ありがとう。あん、コロボありがとう。あれ、結構読み切っとる私もしかして。あ、そんなこともない。ローマ字のおさむさん、ありがとう。ひろくおやすみ。愛媛の言葉が可愛いです。あ、なんかね、すごい方言が出てるねってよく言われるけど、愛媛は
結構他のとことは違うのかな。でも一緒の方言のあのやつもあるよね。何々やけんとか、けん使うところは他もあるよね。フォレスト系男子さん、ありがとう。おさるさん、プチ京都カウント、ありがとうございます。白夜さん、ありがとう。疲れた心に癒されるって、あ、刺さるって書いてるのかと思った。ありがとう。あれ、花ちゃん、あ、私は花からさん群章だったか。私あの美空ひばりさんのあれかと思った。川の流れのように。え、だってそれ一緒じゃない。知らず知らずフルしてた。知らず知らず隠してたの方か。わ、一緒じゃん。ムラピーさん、フル、ありがとう。ムラピーさん、ジュンヤさんもフル、ありがとう。ジュンヤさん嬉しい。カノーさん、ダルマレンジャー、こて、あ、ちょっと、おい、ちょちょよー。 Last Christmas I gave you my heart。 めっちゃクリスマスやな。めっちゃクリスマスだこれは。ようちゃんカウント、ありがとう。おひなはスイパラで量を食べなくても少しずついろんなのを食べるのもよき。確かに、いやそうなのよ、あの種類はいっぱい食べたい。え、そんなちっちゃいやつもいっぱいあるのかな、スイパラって。たかちゃん、かわいい、ありがとう、ありがとう。こえぼうさん、フル、ありがとうございます。寒いね、東京やばいです。ありがとう、気をつけます。ハラメタルフル、ありがとうございます。昨日は夜は偶然にも幸せバターを食べた。え、いいなぁ。え、美味しいよね幸せバター、めっちゃ私も好き、めっちゃ好き。ライアンさん、ありがとう。大工さん、カウントとフル、今日もありがとう。お、また歌わせてください。スコールさん、いらっしゃい。コメント読みよき、よかった。スランプくん、枝豆さん、ありがとう、ありがとう。スランプくん、愛媛の伊予弁とても心地いいよって。ほんと確かに、なんか落ち着くね、やっぱ愛媛に帰ってきて愛媛の人と話すと。おかきさん、バラありがとう。私は花からさん、尊い、ありがとう。たいしくんさん、ありがとうございます。自分は地元は関西だけど愛媛は関西弁とは違う独特さがあるって。確かに、え、でもなんか愛媛の方言がね関西弁よりって思ったことなくて、でもなんか初めて聞く人はすごい、え、関西なんだって言われることが多いよね。なんでだろう、語尾に県って言ってるからね、なかなかこう関西って県って言わんくない。なんかが一緒なんかな、それか言い方とか。しげきさん、こんばんは。ネタが、あ、そうなの、あの大晦日イブの日のチケットの受付のあの情報が解禁されたので、よかったら8日からかな、12月の。今回あの先着じゃなくて抽選になるので、抽選になるんですけども、よかったら。ワンガンさん、セミ、ありがとうございます。30日年に一度の夜勤で、年に一度の夜勤大変やね、ワンガンさん。そうか、ポテチシャンって外で笑うと嘘、今日ポテチシャンだよ、リラックも。
あれドナルドさんフルなんだ、ありがとうございます。読めずに、こいこいこい、よしんこありがとう。トゲが言ってくれてる。みーさんいらっしゃい。ケンスケフル、ありがとうケンスケ。今日ももうすぐクリスマスだねって、え、ほんとだね、もうほんとだね、あっという間にクリスマス来るね。これ確かに私はきっとクリスマスはこっちのお家にいるだろうな。ひろしさんこんばんは、ありがとうございます。転生したら愚民だったさん、声好き、ありがとう、嬉しい。おさぴーさんフル、ありがとうございます。こいこい、おさぴーさんありがとう。みずきさん噂のひなほちゃん、噂のひなほちゃんになってるの私、ありがとう。本当。りゅうさんフル、ありがとうございます。かしこみ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 、慎んでおひなに申す、ありがとう。え、ありがとうりゅうさん、フェリーに乗ってエミフル行く予定よんって言ってくれてる、ありがとう、嬉しい。あ、スイパラ小さいのばっかなんだ、逆に出来たてはベルが鳴るんだけど餌の時間よって言われてる気分になるあ、そんな感じなんだめっちゃ体感してみたいわそれは、めっちゃいいや。一人で行く勇気ないってキラさんが、確かにスイパラ一人はちょっといないのかな、まあ、行ったことないから分かんないけど、名前からしてちょっとハードル高めやない、スイパラって。猫さん猫に小判ありがとう。リュウさんハートありがとうございます。ロウトバーンさんかな、ありがとうございます。この髪型横から見ると和を感じさせて好き。あ、本当？ありがとう、横から写しとこうかおやすみコラボありがとう。幸せバターちょっと甘かったって、甘いよ、そう、それが良くない、ケンスケ。確かに愛媛県民って甘いの好きって聞くよね、甘いラーメンとかあるもんね。リュウさんハートありがとうございます。愛媛の方言優しい感じする、本当ブレイブさん。なんか濁音があんまないからとかかな、その方言に。どうなんだろうなおさん、兄さんさん、フルありがとうございます。お昼に番組の夜待ちのイーダーさん、滝アナが言ってたロゴスカフェ行ったらおやすみでしたって。ロゴスカフェどこにあるやつそれ。君の名前を呼ぶ僕の声、夕焼け空に溶かして夜が見えるのを待っている。ガチョ、九州っぽいかと思ってた？ネイルさん、確かに九州っぽさあるかもしれない。九州の方言可愛くない？めっちゃ福岡とか行った時にすごい思ったんですけど、そうなんや。のりたまフルありがとうございます。リコリコで、魚ジンアナゴはい、ケンスケラブレターありがとう。
え、たいしくんさんすごいじゃん。自分は関西弁と標準語と博多弁の3カ国語を喋れますね。え、なんで？やっぱいつきいろんなとこ住んでたのかな。まーちゃん、こんばんは。ありがとう。転生したら愛媛だった県ってなったらいいなって。あ、いいね。ヤマピー、転生した、なんか転生してみたいな。あのちょっと違う世界も見てみたい。魔法が使える世界とか、ハリーポッターみたいな。おさぴーさん、花束ありがとうございます。でももしかしたら隠されてるだけでね、ハリーポッターみたいな世界あるかもしれないからね。あの壁のゲートくぐったら世界があるかもしれないから、私たちには隠された何かがあるかもしれない。スランプくん、レインボースター、ありがとうございます。シンジさん、パンクバーさん言ってたっけ、フルありがとう、嬉しい。太郎くん、プチありがとう。太郎くん、アマトーさん、フルありがとうございます。12月6日は姉の日、かっこいいお姉さんポーズお願いします。シャフド付きでシャフド付きでかっこいいお姉さん、お姉さんポーズだよ。こんな感じでしょうか。シャフード、シャフード、あ、ノーツセダー、セダーさんかな。優しい声に癒されました。よく眠れそうです。よかったです、ありがとうございます。来てくださって、おやすみなさい。アニラジさん、マダオさん、マサハニー、マサさん、ありがとう。はちみつ紅茶プルティ、おいしそう、甘そう。愛媛はスイパラあるのかな。ないと思う、ないと思うんだけど、どうですかね。行ったことないです。ローマ字のよしさん、おはよう、ありがとう、いつも遅くに。のんちさん、カズアットマークさん、ありがとうございます。え、ぬくもりさん、原宿だか渋谷だかスイパラは昔よく行ってた、だって。え、付き添い？ぬくもりさんはあんま食べんの？スイパラでは。甘いラーメンあるよ、ネイルさん。ちょうどね、私のあの 3.5 分でレギュラー番組させてもらってる神散歩、今月はね、ラーメン特集なんですよ。愛媛の、あ、四国のか、四国のラーメン特集なんで、よかったらそれもね、紹介もうしてるかな、すると思うので見てみてください。おいしいよ、おでんも有名なんですよ、そのお店。甘いラーメンあるある。太郎くん、ありがとう。クリスタル、え、伊豆急寝台特急乗り遅れちゃったの、愛媛来てくれた時。え、大丈夫だったの。たかしさん、500回訪問ありがとうございます。太郎くん、ラブユー、ラブユー、ありがとう。おさっぴーさん、ハート、ありがとう。ワンガンさん、あら、お熊いただいとるわ、ありがとう。え、この子難しいな。ワンガンさん、太鼓のお熊、ありがとうざます。でポテッチさん、デイジーさん、いらっしゃい。シュムコップさん、あ、今日もありがとうございます、嬉しい。タクミーさん、ありがとう。九州弁は可愛いよね。
はるかさんありがとう。魚っていうやつ好きです、嬉しい。たきなちゃんの、私の今のね、あのロック画面、携帯の待ち受けはリコリコです。リコリコの2人がこうやって自撮りしとるようなイラスト載せてます。のりたまありがとうに、ごえもんさんかわいい、ありがとうございます。 TikTok のかわいくてごめんがかわいすぎありがとう、スランブ君。あれ、歌ってみたとか載せたいなと思うんだけどね、なかなかね、もう本家の方とかがかわいすぎてね、あの歌なかなか真似ができない。アントワーヌさん、フルそんなことになってた、ショックなんだけど。3年前はこの世の終わりのような顔で登場してましたって。そうはならぬように、今回は緊張するけどね。太郎くん、サッカーボールありがとうございます。リュウセイさんありがとう。ヨウちゃん、フルありがとうございます。メリューか、トロの咲く星の海に心臓を投げたのだ、もう声も出ない、それは僕じゃどうしようもなかったのだ。うん、ありがとう。やっくん、フルだ、やったー、ありがとう。やっくん、だるまレンジャーとコテ、ありがとうございます。おひとりさん、セミありがとう。今日もひなほが喋るとどこの方言でも可愛いんだよ、ありがとう。マスターしようかな、いろんなどこの方言。アントワヌさん、ラブユー、ありがとう、たくさん。愛媛に行った時、周りの人がイオ弁話してるの聞いてるとなんか不思議な気持ちになるどんな気持ちになるんそれは。え、ハリポタって舞台あるんですか、行きた。そうなの、虹色さん、知らなかった。あ、高知県なんだ、ロゴスカフェって。おい、いろんなとこ色行ってるんだね、なおさん。ひなおちゃん、魔法使えるでしょって。あ、そうだった、私魔法使いなんだった。魔法使えるならどんな魔法を使う。私はもうずっと憧れてる魔法があって、それがテレポートだね、瞬間移動。とある科学のレールガンっていうアニメの、あのクロコちゃんっていう子がめっちゃ好きなんだけど、その子が使える能力でもあるんですけど、めっちゃかっこいいのよ、瞬間移動。ロッピーさん、エミフル予約してくれてありがとうございます。前4列はほぼ埋まってますね、あとは行けるように調整整えれば。あ、ありがとう。そう、結構ね、あのもうすでに完売近いのかなみたいで、お早めに。猫さん、ラブユー、ありがとうございます。アマトーさん、かっこいい、かっこいい、ありがとう。よい、おひなは109とかにある生クリーム自動販売機の生クリームを食べた。何それ、知らんかった。生クリームだけを食べれるんですか。え、トゲフル、ありがとう。今日もポナ、あ、ホナか、ホナ30日に一緒にスイパラ行こうかって。30日みんなでゾロゾロと行きますか、スイパラ。
会場スイパラ。あ、やっぱ愛媛ないよね、スイパラね。できたらね、いいのにって思ってるんですけど、絶対人気出るよね、スイパラ。こっちはね、なんかタピオカとか唐揚げ屋さんがね、めちゃくちゃ多いんですよ、あの松山の商店街。多分若者にすごい人気だからね、めっちゃそのお店多いと思うんだけど、めちゃくちゃある、タピオカ屋さんと唐揚げ屋さんが。もう食べ物のなんかお店は大体その2つのどっちかが占めてて、タピオカタピオカ、唐揚げ唐揚げみたいな。しかもどんどんできてるよ、またようちゃん結婚してありがとうございます。マサさん、プチありがとう、お仕事お疲れ様です、明日も頑張ってね、よし行こう。うわ、寝台特急乗り遅れは多分大丈夫じゃないんだ。そうなんや、だってなんか撮ったことないから。スランポコラブユー、ありがとうございます。ポテチ木かと思った。木どこが、え、あ、この上の部分ってことか、このギザギザが確かにちょっと見えるかな。知らぬいさん、こんばんは。はい、私は12と13、3回とも司会させていただきます。ロッピーさん、あら、ノムさん、600回訪問ありがとうございます。ノムさん嬉しい。お、キラさん、神散歩見てくれたんだ、ありがとう。ピルクル、あ、リボンの奥間、ありがとう、たくさん、シュ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 、ありがとう。オカムさん、フルありがとうございます。なおちゃんもいけると思う、可愛くてごめん、ほんと挑戦しようか。あれ、ユッキーさん、サイフルだった、ありがとうございます。悲しいのは涙のせい、鏡には映らない、突き刺さるこの痛みは空に溶けてしまうのかな。ありがとう。未来さん、いらっしゃい、こんばんは。わ、体調の読めてないわ、ありがとう。あの、行き過ぎちゃったかもしれない。フルありがとうございます。アマトーさんと同じリクしてくれとったんか、なんか他にあったら。イナッチさん、いらっしゃい、ありがとうございます。アントワンヌさん、クリスタルありがとう。瞬間移動してどこに行くの。いや、もう本当あのその日の目的地とかお仕事先とかシュンって行けるような感じ。なんかかっこいいよね、こう敵にこう切られそうになっても、うん、なんですか言って、あのそっからシュンっていなくなれるじゃん。しかもすぐ逃げれる。藤本さん、フルありがとう。藤本さん、言ったか。 TikTok で初再生だったのに400再生近くなった。すごありがとうございます。あのボイルの方も載せてくれてたね。マナマナさん、はじめまして、こんばんは、ありがとう。まなまなさん、窓まぎではないのかって
窓マギの世界ってこと？窓マギの世界だけは絶対に行きたくないね。過酷すぎるわ、あの世界線は。会いたいけどね、ほむらちゃんとか。のりたまさんいらっしゃい、ありがとうございます。大文字のテストさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、広島が一番近いのか。広島か。岡山とかもないのかな。ローマ字のマサさん、ハート、ありがとう、たくさん。アマトーさん、あ、そうだよね、アマトーさんだもんね。元デブン食べる自信あります。だってアマトーさん、さすが。小説家さん、こんばんは、ありがとう。あ、そう、バナー返させていただきました、ファンクラブの方に。ありがとう、ヤマピ。光栄は事務所から、光栄から事務所近いね。あ、光栄にあるんだっけ、スイパラ。近い、事務所と光栄は。渋谷と表参道。シンジさん、流れ星。小ボンさん、サイリウム。トシヒトさんいらっしゃい、隊長、ラブレターだ、ありがとう。本日も37名様のフル、ありがとうございました。たくさん敵に切られそうになってるとか。いやでもさ、その瞬間移動とかがもしある世界線だったら絶対戦いとかやってると思うよ。もうこんな平和じゃないと思うのよ。だからいつこう敵に来られても逃げれるっていう、最強じゃない？のりたま告知ありがとう。しげとさん、クリスタルありがとうね。あら、追いついた。お、さやのさん、すずめの戸締まり見ました？畑田さんからリプもらったのかな、すごっ。ワンガンさん、フル、ありがとう。ワンガンさん、ひなおちゃん、豆乳パラダイスのお店作ってください。豆乳パラダイス、豆乳だけどね。それを言うならさ、ワンガンさんの方が作れるやない。いや、でもそっか、私にめっちゃもらってるもんな。作れるか、私が。お、秋山さん、ほぼフル、ありがとうございます。あの夏、今僕たちはあの夏を越えてゆく、新しいスタートは初めての連続で、ワクワクと不安がいつも隣り合わせ。ありがとう。君はペガサさん、今日もおつひな。後ろの絵は何？後ろの絵は今日はポテチちゃん、ポテチシャン、ポテチシャンです。わー、サイノさんいいね。畑田さんのドライチェアのスズメバージョン、私も買いたい。よし、キャンの頭、イカ頭いますぞ。キャンの頭はこちら。めっちゃ美味しそう、これ。北海道町村農場のクリーム使用、コク深く仕上げたカフェオレ。美味しそう、美味しそうだね。あ、なんかここ、こっちなんか青空でめっちゃいいんだけど、なんか飲むときにすごい爽快感あるわ。
青空広がってた。では音もある方一緒に乾杯。なんだろう、この温泉から上がった後の一杯みたいな感じ、めっちゃいい。グビグビといけるわ。あ、ほんとコーヒー牛乳みたいな飲みやすさ、おいしい。コク深し、そうだね。でもほんと甘い感じかな、甘いカフェオレって感じだけど、飲みやすい、めっちゃ。そう、これは腰に手を当てたくなるわ。わ、これどこで買ったっけな、コンビニではなかった気がする。コンビニにもあるかな、これ。どうだろう、甘いよ結構。間違いなさそうって、うん、これめっちゃ楽しみにしてた飲むの。ベクポワーさんいらっしゃい、ありがとう。青空にストローさしたら異空間につながるかも。え、今ピーまたやってくれるってこと？異空間つながるやつ。うわ、今日何にしようかな。ね、ストローでグビグビは珍しいよね。武田さんありがとうございます。高徳さんお疲れ様。今日もローソンあるかもね。ローソンでは買ってないよねこれ。でもあるかも。ペガサーさん小判バラありがとうございます。よし、では今日もありがとう。13位、のりたーまー、ありがとうございます。12位、アントワンヌさん、はっ、ありがとう。アントワンヌさん今日もありがとうね、たくさん。11位、ジャニアン隊長、ありがとう隊長、たくさんありがとう。10位、シンジさん、ありがとうシンジさん、嬉しい、たくさんいただきました、ありがとう。9位、猫さん、ありがとう猫さん、嬉しい、今日もたくさんありがとう。8位、ローマ字のマサさん、ありがとうマサさん、たくさんありがとうね、今日もありがとう。ラッキーセブン、君はペガサさん、はい、ありがとう、嬉しい、明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、コエポンさん、ありがとうコエポンさん、嬉しい、今日もありがとうございます。そして5位、ひでゆきさん、ありがとうひでゆきさん、ごいたよ、たくさんありがとう。4位、青メガネさん、ありがとうございます、たくさんいただいてありがとう。置いちゃったか。そして3位、おさぴーさん、やった、ありがとう。3位、たくさんありがとうね。そして2位、ワンガンボーイさん、おー、ありがとうワンガンさん、嬉しい、ありがとうございます。そして今日の第1位、アバン、ピルコロ、2266名様、たくさん来てくださってありがとうございます。
毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てね。最後一曲歌って終わりたいと思います。何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーいスタート。いつかどこかで初めて聞いたかも。シスターズノイズ、夜にかけるみかんハート、祝福ほむら。週末決ま鬼滅祭なんだ。すごスイートメモリー、君がくれたもの、ダンスインザゲーム、メリクリ、オンリーマイレールガン、オーケストラ、君の知らない物語、木枯らしの二人、トトゥネラ、スローモーション、マンハッタンキス、ユイさん、こんばんは、サイレントイブ、ノーダウト、光へ、上を向いて歩こう、一切の喝采、メラ、アメージンググレース、スズメ、優しいキスをして、花束の代わり、雪の花、ハッピーエンド、アライブ、孫悟空さんいらっしゃい、おースズメね、全部歌えるようになっとかないとだね。別の人の彼女になったよ。勲章丸の内サディスティック、花束の代わりにメロディーを、さよならエレジ、ラブイズオーバー、レッドイットゴー、僕なんか、シークレットベース、決めるか。じゃあ今日は元気に。今なんじゃない、メラメラとたぎれ、眠っているだけの正義、こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。そう。
わい君とどちらが正しいのかなんて誰にもわからないさ。僕らだけの世界きっとでくさ。補い合えた暁には同じ夢を見たい。今日は緑黄色社会さんのメラでした。リクエストありがとう。わわわ、ようちゃん、おさぴーさん、ありがとう。ミラボーいただいてて、あ、にじろうさんもブラボー、ありがとうございます。おさぴーさん拍手もありがとう。みおなさん、ひでゆきさん、しんじーさん、ごえもんさん、たろうくん、チョコレートさん、こえぽんさん、ありがとうね、たくさん。それでは今日もいっぱいありがとうございました。遅くまで、また明日ね。おやすみ。5、4、3、2、1、おやすみ。バイバイ。